茅沼炭鉱軌道は、かつて、北海道尻部市市長管内古群ク村の、茅沼炭鉱で運行されていた軽便鉄道である。後に作道を経由する日本国有鉄道岩内線、岩内駅までの茅沼炭鉱専用鉄道が運行されたが、不設ルートは全く異なる。茅沼炭鉱軌道は日本で最初の鉄道と言われている。1856年。 茅沼にて偶然石炭が発見された。開港間もない函館にとって、欧米の蒸気船用の石炭の確保は重要であった。直ちに函館奉行所は、茅沼にて石炭の調査を開始する。1864年、函館奉行所は、アメリカ人技師を招き、茅沼炭鉱の採掘を開始した。そのような中、鶴橋と木古といった人力による採掘運搬を見て、 イギリス人医師、エラスムスガウアーが効率化のために鉄道の建設を提案する。1866年には測量が開始され建設が始まる。しかし、1868年からの母親戦争の影響により建設は中止される。やがて建設は江戸幕府から明治政府に受け継がれ、1869年に開通する。開業したのは かやぬ高単行高校かやぬま校の 2.8km。鉄道とは言っても、仮設軌道やトロッコに近い。記録によれば、枕木は約 150mm、150mm、1500mm の角材を用い、約 900mm 間隔で並べていた。レールは枕木と同じ寸法の角材に補強用の幅 15mm の鉄板を取り付けたものを使用していた。 期間は約1 0 5 0ト、mm、ル貨車は大型と小型のものがあった。茅沼太閤高校から積み出し港までは緩やかな傾斜であることを利用し、茅沼太閤高校を積み出し港は貨車の重さを利用して坂を下らせた。制御のため人が1名乗車していたという。積み出し港茅沼太閤高校は牛馬の力、場合によっては人力で動かしたという。小型貨車は 茅沼炭鉱高校に滑車を設置し、2台の貨車を長いロープで繋ぎ、井戸の鶴辺のように2台を交互に動かす方法を取っていたという、開拓市長官であった黒田清隆は停滞していた北海道開拓を促進するため、ホロナイ炭鉱の開発と茅沼炭鉱の整備を行うための予算を政府に上申し、1878年5月に採火された。 この予算の茅沼炭鉱関係の内容は、和社路改築と渋井築鉱の2点であったが、渋井は港に適さなかったため後に、茅沼築鉱に改められている。1881年に観光した、この整備工事により、レールが鉄製に置き換えられた。茅沼港は、港が小さいため大型船が接岸できず、橋家に役により岩内港へ石炭を運んでいた。 沢口汽船から航空を買い取った茅沼対抗株式会社は岩内港まで作動を設け茅沼対抗軌道を廃止して効率化を図ったしかしながら当期間には海の湿気を含んだ風雪によって海沿いの滑車やロープが凍結して運航が停滞することが頻繁であったためこれを軌道化することが早くから求められたが戦後になって炭鉱に近い平野部の発足に 貨物駅を設けて、岩内駅から専用鉄道を敷設し、先端上から発足駅までは、作道で搬出する形に切り替えられた。この山側に残った作動については、1948年7月から、先端上から発足駅近傍まで水道を掘削して、駅から水道出口まで側線を延伸するという、切り替え工事に着手したが、進捗の遅れと、 会社経営悪化により、当初の竣工予定年であった1950年になって工事半ばで中止された。1976年、茅沼炭鉱専用鉄道発足駅跡と、軌道跡、周囲約 1km1.5km 範囲。写真街左上方向に、茅沼炭鉱先端上、下が、岩内線岩内駅方面。写真上側に、発足の町があり、 右から左上へ、国道229号線が町を貫いているが、町の中心部の道路界側に長細い空き地がある。ここが、発足駅跡で写真右下から、細道が堀カップ川へ向かって北上し、対岸からまた左へ緩くカーブして駅跡へ向かう、細道風の白い線が伸びている。これが、かつての軌道跡で、この地点の堀カブ川の川幅は、 軌道が敷かれていた頃の3倍ほどに広がって、鉄橋を崩落させた反乱の爪痕を残している。発足駅構内の構造は、茅沼炭化工業者氏によれば、1948年の時点で、ホッパーと石炭積み出し線の他に3本の側線と車庫線、転車台と木回し線を有していた。また同書では、貯炭状がないのをどうするかが、今後の課題と当駅について記している。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成木星二軸車木星ボギー車福井鉄道トム11の13の前歴は、茅沼単価工業トム11の13となっているが、入選した記録がない。ありがとうございます。